向こうでくれてよ、廊下で死んじゃうよ、シロアリの消毒したんだから、全部こっき枠をこっきちゃったんだから。まあ、みんなの…ふゆき私、そうで頑張ってんだけど、人生どういうかさ、これ何考えてんだね、みんな考えられんわ、私結局、チューで負けてなかったな。話になんねえわ。ほら、ね、すごいね、あんたね。玄関なんかね、今シロアリがいてね、業者に頼んで消毒巻いたらしいから。違う、枠を全部外しちゃったんだよ、あそこ。あ、そうなの。外して、ここにこれから枠を持ってきて、みんな直すんだよ。ほんで、もう、ここのなんだっけ、あれも直してもらったんだよ。網戸2つ。あと、ほら、人形のケースもねえだべ、持ってって。あとは、外の竹垣を取り替えるんだよ。吉江さん。ああ。何もうダメだよ、俺。食べちゃったからな。一人で対応してんだから。こう、杖ついて洗濯してさ、もう無理だよ。私、あれなんで、あいつなんかパチンコでしょ、仕事2時間やって。だって言ってるじゃない、職人が来るんだから、帰ってきてくれって言ってんのに、自分勝手だよね。人にご飯食わしてもらって、このざまだよ。あ、フォロワーです。みんないなくなればいいんだよ、慎吾も、両方が。誰も助けてくんないよね、私のことはね。お金はもちろん、あれだけど、洗濯も全然だよね。遊んであるってだけだよね、人の金で食って。ずずしいよね、みんな男。みんな追い出した方がいいよ、この二人は。ろくでなしばっかりで。涙が出るよ。ほんで私、大工さんにお茶入れたりさ、お茶がしだしたり、三時はしなくちゃでしょ。わし悪いわけよ。ほんで洗濯もしてるわけよ。で、じじいがよ、人の人形のケース、人形のケース、じじいが酔っ払って割ったんだよ。だからケースがないなんだよ。みんなこうなんだよ。金使わせん、じじいに。ほんで、人に食わしてもらって、てめえはおめえ2時間働きって今日、パチンコだよ、今、ケーキにねってことは。のんきなおじいだよな、もう、アパートで帰ってもらっていいんだよ、もう、相葉君。生活費もね、来て、人の金使わせてよ。てめえじゃん、建物もし。大体なんてさ、職人さんが来るんだからさ、うちにいてもらいたいんだよね、私。動けないんだからさ。もういいや、疲れた。うわ、マジか。何何が何、まあ、あと2個になっちゃった、これいっぱい買ってきたのに。クーリッシュ肉野菜だ。これ見て、慎吾。なんすか、あんたの洋服ってほら、こんだけくっついてんの。これで洗ったらね、みんな他にくっついちゃうわけ。すごいよね。普段、座敷汚いことだよ、ね。この人形は。だから人形ケースは直してもらって持ってったんだよ。だから拭くんだよ、ここ。ほこりだらけだから今。あ、はい。ありがとうございます。あ、もうできたんですね。いや、まだちょっと。うん、枠は。枠はもうできてるんですか？いや、これね、え、シロアリの塗って、はい、乾かしてからの方がいいってわけなんだ。ああ、そうなんですか。じゃあ、塗っといて、それでまた後でつけてくれるということで、今日じゃなくてね、はい、わかりました。そのほうが、いいわけですね。あ、そうですね。ね、あ、ホームテンの社長がね、はい、わかりました。とりあえず、はい、はい、ありがとうございます。はい、まだ硬くて吸えないな。
出てて大丈夫なんですか？あ、大丈夫なんですよ。入ってくるから。はい。あ、出たね。出たね。出たね。ありがとうございます。あれは何なんですかね。これあの、なんだっけ、雲。蜘蛛の巣、ああ、私がやんないかんね。どうしようね。ありが、すいませんね、余分なこと頼んじゃって。大丈夫です。申し訳ないです。スーパーに行ってどうなんですかね。新発売だと思う。すごい気になっちゃうんですね。ちなみに俺セブンイレブンで買ったけど。ね、よく見てるんですけどね。売ってるとこと売ってないとこあるんじゃないですか。やっぱりね、高橋さんに気に入った道を立ってもらったんで。クーリッシュ、三ツ矢サイダー味、コーシス。ああ、そうなんだ。そんで、そのうちのように、ちょっと似たようにね。そのうち行ってどこの工務店さんで買ったんですかって言ったら高橋さんだって言うから、そんで行ったんですよ。うちの母がね、5月11日に亡くなって、で葬儀が終わって、で6月にね、うちなんか業者の人って話です。もう何年も経つ、20年このうち見てがなかったからね。おじいちゃんだけは見てたんですけど、ああ、そうなんだ。ええ、それで日本の家をね、聞き入ったんですよ。そしたら、高橋さんで買ったっていうんでね。ほんで、高橋さん家行ったら、高橋さん家が混んでて、6月に頼んだんだけど、その年はね、忙しくてできなくて、その翌年の2月に壊したんです。翌年の2月に壊してね、ほんで、あれだよね、8月に出来上がって、6ヶ月で作ってもらって、はい、まだ棟梁が来ててね、棟梁が一生懸命ね、鉢巻き巻いて一生懸命、うちに壊してる写真があるんですよ、撮っといたんですね。何でだよ。何言わないと。なんか業者の人？シロアリ駆除とかやってくれる人？怖いですね、ネットはね。ネットは本当怖いですよ。恨まれるんだよね。ほら、ネットで売れるっていくらのお金になるから、それで楽してほらお金を取るっていうんで、そういうところでほら恨まれるんですね。やっぱり体なくして取ってないからね、怖いです。ネットで自殺した人もいますもんね。女の人でね、誹謗中傷っていうかされてね、私のすっごい変な手紙をこの間もらってね、取っといたんですよ、警察にしようと思って、私ほら創生館で働いてたんですよ。天皇陛下が来た時、平成天皇ですか、あ、ゆきりん来た、あれでキリン、キリンが来た、その時調整官で20年働いたんですよ。キリンおいで、行ってもうた。